どうも、持ち帰りのアンチです。ということで、今日は持ち帰りと言いながらですね、肉玉さんに来ております。で今回は結構僕のアンチ TV の登録者特典とかですごいたくさんね、使ってもらって、まあ、テイクアウトもね、出たということだったんですけど、今日はですね、肉玉さんのテイクアウトにフォーカスして、ご紹介したいと思います。ということで、とりあえず混ぜそばが全部来ております。はい、普通の混ぜそばと辛混ぜそば、そして今回ジャンゴ牛すじカレーの限定の混ぜそば、とりあえず3品をまずねちょっと食べていきたいなというふうに思います。こんな感じですね。肉玉のね、あのがっつりした感じ食べていきたいと思います。いただきます。うん、やっぱ豚うまいっすね。通常の混ぜそばからいきます。いただきます。うわー、これはね美味しいですね。いや、僕ね混ぜそばは初なんですけど、そうニンニクすごい効いてるんだけど、ほんと優しい感じでがっつりしてるんだけど食べやすい感じがあって、これがいいですね。では続いて辛混ぜそばです。こちらはですね、あの太麺ではなくてこの縮れ麺の方が使われていて、天かすとかね、肉玉のあのこちらのバラ肉入ってますね。じゃあ巻いていただきます。うん、わ、これはね美味しい。辛さのねすごいインパクト強いんですけども、天かすとか卵とか入ってるんで、僕は肉玉さんがっつりこってりっていう感じなのかなと思ってたんですけど、これはこれでありですね。美味しいです。ジャンゴーさんの牛すじを使ったカレー混ぜそば、こちらが限定ということで、こちらもいただきます。これだけでね、牛すじだけいただきますね。美味しい。うん、やっぱね、牛すじは噛めば噛むほど美味しいですよね。いただきます。これもありですね。牛すじの美味しさもあるんですけど、なんつうの、じゃがいものとろっとした感じがうまく麺に絡んでカレー感がすごい出てますね。はい、ではこちらサイドもあります。こちらが最近人気のチャーハン、そして肉玉飯でございます。肉玉飯からいただきます。うん、バラ肉うまいっすね。うん、チャーハン、うん、なんだろう、このニンニクの香りが爽やかに広がるチャーハンって感じで、すっごい食べやすいです。うん、よいしょ。はい、どうも、はい、ありがとうございました。ダギです。いや、このポーズいいっすね。はい、ということで、はい、また肉玉さんにお世話になるんですけれども、結構登録者特典結構出たみたいです。出ました、おかげさまで。いや、皆さん使っていただいて、はい、本当ありがとうございます。いや、まあ、今回の特典5月ってか4月末で終わっちゃうんですけど、終わりますね、はい、うん、ちょっとねまたやってもらえそうな感じが。いや、そうなんですよ、実は。はい、で、ダギさんはもうこちら肉玉さんにいることがもうほとんどなくなっちゃう、少なくなりますね、ほぼ、はい、ということでラギちゃんラーメンさんの方に行っちゃう、はい、ということなんで、はい、時期というか今後はこちらの新しい新店長がもうすでに来ていらっしゃいますので、来てます、登場してもらおうと思います。孝、はい、太郎店長が5月からということで、はい、来ておりますので、はい、まあ、肉玉さんも孝太郎店長が鍋を振るという感じなんですよね、はい、でまたまた得点がつくという感じでいいんですかね。はい、はい、で今回はちょっとキーワードがありまして、はい、なんていうキーワードを言っていただければ、はい、サービスがつきます。孝太郎店長、
お願いします思いっきりね、そのまんま、はい、店長をアピールして、はいはい、幸太郎店長といえば、はい、ぜひ、いいですか、まずそばワンコインいいんですか、大丈夫です、はい、ということなんで幸太郎店長と言っていただければまぜそば500円でと、はい、ということでテイクアウトできるということなんで、はい、皆さんも新しい店長の顔を見に来ていただければなというふうに思います。よろしくお願いします、はい、では以上お持ち帰りのマッチでした。ラギです。幸太郎です。新しいポーズですね。照れてますよね。